皆さんこんにちは、おっしーです。今日もモバイルやっていきましょう。今日の動画はですね、 WT21 レジェンド最強選手ランキング後半戦をやっていきたいと思います。前回の動画見てもらった方は分かると思うんですけど、 WT21 レジェンド全14選手を、まあ、個人的な独断と偏見でランキング付けしていきました。まだね、前編見てない方は概要欄にもね URL が貼ってあるので、そちらからぜひチェックお願いします。今回の後編に関しては1位から7位の選手を発表していこうと思います。まず7位がシェフチェンコ選手ですね。オーベル112、ポジションが ST、利き足が右183センチのスタミナ級184となってます。能力見ていくと、瞬発スピード決定力、あとはロングシュート、ポジショニング、ドリブル、ボールコントロール、ジャンプヘディングも高いんで、まあ、空中戦も足元も勝負できるといった選手になってます。活動量見ていくと、アタック、ディフェンスが中途。で、個人技ヒールトゥヒール。特性がパワフルフリーキック、フィネスシュート、ロングシュートテイカー、スピードドリブラーとなっております。まあ、特性に関してはね、文句なしで強いと思います。まあ、進化後にしてね、このパワフルフリーキックを変えるなんかはしてもいいかなと思います。で、個人技に関してはヒールトゥヒールなんですけど、まあ、この選手何が強いかって、このスキルブーストね、スピード、これがめちゃくちゃ強くて、上がる能力、脱出スピード、ポジショニング、ドリブル、臨床性、ボールコントロールと。やっぱね、ST の選手、トップの選手で脱出スピード上がるっていうのはすごく強みになると思うので、その点がね、この選手強いかなと思います。地味にね、逆足も4あるんで、まあ、両足でゴール狙えるかなといった感じですね。本当にね、強いと思うので、ぜひね、使ってみてください。続いて6位見ていきましょう、こちら。デルピエロ選手ですね。オーベル112、ポジションが CF、利き足が右174センチ、スタミナ級逆足5となってます。能力見ていくと、瞬発、決定力、ポジショニング高いですね。あとはロングシュートなんかもあるんで、遠目からも狙えると。で、この選手もドリブルボールコントロール高いんで、かなりドリブルしやすい選手かなと思います。活動力アタック中、ディフェンスが中と、個人技ルーレット、特性がリーダーシップ、フィネスシュート、スピードドリブラー、プレイメーカーとなっております。まあ、特性がちょっといまいちっちゃいまいちなんですけど、まあ、それでもね、誤信とかにして変えれればいいかなと思います。個人技ルーレットも非常にいいですね。スキルブースト決定力で、上がる能力、決定力、シュートパワー、ポジショニング、ドリブル、ジャンプとなってます。まあ、この選手の強みに関しては、やっぱ逆足5、これがでかいですね。とにかくこのゲームね、逆足5ってだけで強いんで、この能力で逆足5あれば十分かと思います。まあ、白レジのね、デルピエロはそんなに使用感良くなかったんですけど、多分このデルピエロは強いと思う。能力も高いし、スキルブーストもいいしね。まあ、いつも言うんですけど、このオフェンスの選手に関しては活動量があんま気にならないんで、自分は。まあ、どっちも中に関しても、うん、悪くないかなと思います。結構ね、市場でも安いので、ぜひね、取って使ってみてください。続いて5位の選手見ていきましょう、こちら。ロナウジーニョ選手ですね。オーベル112、ポジションがライトウィングと、利き足が右180センチのスタミナ級逆足4となってます。能力見ていくと、瞬発がかなり高いですね。まあ、スピードもしっかりあって、あとはね、ドリブルボールコントロール高いんで、やはりドリブルがしやすいといった感じになってますね。活動力アタック高、ディフェンスが低いと。で、個人技レインボー。特性がフィネスシュート、フレア、スピードドリブラー、プレイメーカーと。特性に関してはね、かなりいいと思います。で、スキルブーストがシェフチェンコと一緒でスピードですね。ダッシュスピード、ポジショニング、ドリブル、ボールコントロール、臨床性が上がります。やっぱこの選手もこのスピードっていうのが強いですし、何より、使用感がめちゃくちゃいい。特に相手にいてね、めちゃくちゃね、嫌な選手です、この選手。ドリブルがすごくね、取りづらくて、その能力以上に強さを感じるといった選手になってますね。なんで今回はね、ちょっと5位にしてみました。個人技もね、レインボーなんですけど、普通にね、レインボー使うとこの選手強いんで、なんか知らないけど。なんで、ほんとこの選手はおすすめです。その、WT のね、ビクトリートークンの報酬でも取れるんで、本当に市場でも安いんで、ぜひね、気になる方は取って使ってみてください。続いて4位の選手見ていきましょう、こちら。チェフ選手ですね。オーベル112、ポジションがキーパーと、利き足右、196センチのスタミナ5、逆足3となってます。能力見ていくと、ゴールキーパーダイビング、ポジショニング、反射神経、ハンドリングと、ゴールキーパーにね、必要な能力は全て高くなってますね。特性がロングスロー1対1、フラットキックと、まあ、特性もね、1対1持ってるっていうのは非常にいいかなと思います。スキルブーストがゴールキーパーダイビング、ゴールキーパーダイビングと、ゴールキーパーポジショニング、あと反射神経、ハンドリング、反応力が上がります。やっぱキーパーはね、このスキルブーストが一番強いと思うし、やっぱ身長もチェフ高いんで、非常に強いと思います。多分今来てるキーパーの中で一番この選手強いと思うので、ちょっとね、市場で買うと高いんですけど、間違いなくね、最強選手の一人なんで、ぜひね、取って使ってみてください。続いて3位見ていきましょう、こちら。ネスタ選手ですね。オーベル112、ポジションが CB、利き足が右187センチのスタミナ8、逆足3となってます。能力見ていくと、センターバックにしてはしっかりね、瞬発スピードもあって、あとはマーキング、タックル、スライディングタックル、ジャンプヘディングも高いんで、まあ、空中戦も問題なくやれるかなといった感じですね。で、活動力アタック中、ディフェンスがコート。個人技経路変更ロール。特性が積極的なタックル、リーダーシップ、パワーヘッダー、
クロバティッククリアとなってます。スキルブーストホールディングで瞬発力、タックル、パワー、マーキング、積極性が上がると。やっぱこの選手ね、特性がめちゃくちゃ良くて、そのセンターバックに欲しい特性全部持ってるんで、やっぱ強いですね。あとはスキルブーストのホールディングも非常に良くて、瞬発力上がる点がいいかなと思います。あとマーキングだったりタックルも上がるんで、うん、本当に強い選手かなといった感じですね。本当にね、この選手もさっきのチェク同様ね、ポジション別にしたら一番強い選手といっても過言ではないので、やっぱり、ね、TP とか余裕ある方はぜひね、取って使ってみてください。それだけの価値はあるので、ぜひね、獲得目指してみてください。続いて2位の選手発表していきましょう。こちらロナウド選手ですね。オーベル112、ポジションが ST、 引き足が右、183センチのスタミナ8、185となってます。能力見ていくと、瞬発スピードしっかりあって、決定力も高いと。あとはシュートパワーなんかも高いですね。ドリブルボールコントロールもあって、まあ、足元も非常に優れてると。で、活動力、アタック中、ディフェンスが低いと。で、個人技レインボー、特性がラインブレーカー、フィネスシュート、フレア、スピードドリブラーとなっております。まあ、特性に関しても非常にいいかなと思います。で、スキルブースト、決定力、シュートパワー、ポジショニング、ドリブル、ジャンプが上がります。この上がる能力に関しても非常にいいですし、やっぱこのシュートパワーが上がることによって、結構遠目からでも決めてくれるし、ニアズドンってね、打ち抜いてくれたりするんで、本当に強いですね。で、個人技がね、レインボーっていうところだけが、一つね、嫌なところで、やっぱルーレットもちろんね、白を使っちゃいがちですね。まあ、それでもね、相手にいるとめっちゃ強いんで、このロナウド選手。まあ、白持ってる人は白使ってもらって、まだね、持ってない方はぜひね、このロナウド選手取って使ってみてください。そしたら最後、1位の選手見ていきましょう、こちら。ネドベド選手ですね。オーベル112、ポジションがレフトミッドフィルダーと、利き足が右、177センチのスタミナ重逆足5となってます。能力見ていくと、瞬発スピードしっかりあって、ショートパスなんかも高いんで、パスで組み立てられる選手かなと思います。あとはドリブル、ボールコントロールめっちゃ高いですね。ここも強い点かなと。で、活動力、アタック高、ディフェンスが中と。個人技ルーレット、特性がアーリークロス、ロングパス、ロングシュートテイカー、スピードドリブラーとなっております。で、特性に関してはね、そこまでまあ良くないっちゃ良くないんですけど、まあそれでもね、誤信にしてアーリークロスをね、フレアとかに変えればさらに強くなるかなといった感じですね。で、スキルブースト、ボールコントロール、ショートパス、ドリブル、バランス、クロス、ボールコントロールが上がると。まあ、これに関しても非常にいいかなと思います。やっぱこの選手の強み、なんといってもスタミナ重逆足ごと。これがめちゃくちゃ強い。一試合フルで戦えるし、さらに逆足後もあるんで、両足でゴール狙えるといった感じになってます。で、この選手特訓でね、ダッシュスピード上がるんで、そこも強い点かなと思います。まあ、あとはやっぱ使用感が圧倒的にいいので、今回はね、1位にしました。今はね、誤信のパックも来てるんで、いろいろ問題があったんですけど、ぜひね、気になる方はこちら、取って使ってみてください。はい、ということで今回は WT21 レジェンド最強選手ランキング後編をやっていきました。いや、本当にね、この後編に入った選手は誰でもね、スタメンで戦える選手なんで、どれ獲得しても損はないと思います。まあ、特にその1位、2位、3位、4位あたりは本当そのポジション別最強選手になってくるので、獲得はね、結構必須かなと思います。まあ、市場でね、今日話した中でも安い選手いるので、ぜひね、 TP 余裕がある方は取ってみてください。まあ、今後も新しい選手どんどん追加されていくと思うんですけど、このね、上位7名に関してはね、しばらくはね、多分環境で戦える選手なんで、今のうちに取っといて、まあ、進化とかしてね、ほんとこっからね、どんどん価値上がっていくと思うんで、イベントも終わってね。で、やっぱ112のレジェンドなんで進化も大変なんですけど、まあ、2とか3で使うのもいいと思いますし、頑張ってね、5に上げれば特性変えるしといった感じで、ぜひね、取って使ってみてください。もし何か質問があればコメント欄の方によろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。